ストライクウィッチーズ、ストライクウィッチーズ、スターライトストーリー、スターライトストーリー。地平線に太陽が消え去って、空を覆った夜の闇を二人飛ぶとき、雲の合間からこぼれてくる街のきらめきは、まるで海の底から見上げた水面の輝きのようです。501統合戦闘航空団がお送りするスターライトストリーム、皆様の夜間哨戒飛行のお供をいたしますウィッチは、サーニャ V リトビャクとエイラ・イルマタル・ユーティライネンです。ハルトマン注意、喜んでたな。でもバルコホルン隊の山盛りのお芋に一番喜んでたみたいだったけど、ペリーヌの臭なんとかも今度は膨らんだし、それにサーニャがチョコをかけたのが美味しかったな。あれはエクレールオショコラっていうのよ。あ、そうだ、来月末はニパの誕生日だからお菓子でも送ってやるか。ニパさん？うん、また掃除当番になったとか手紙に書いてあったから暇してるだろうし。元気づけてあげるんだ。そんなつもりじゃないんだけど。だって大事なお友達なんでしょ。羨ましいな、私お友達ってあんまりいなかったから。サーニャには私がいるじゃないか。ありがとう。あ、早く収録しちゃわなきゃ。うん。ストライクウィッチーズ、スターライトストリーム。皆さんこんばんは、門脇舞です。皆さんこんばんは、おはしゃえるです。この番組はアニメストライクウィッチーズでサーニャ役の門脇舞とエイラ役の大橋あゆるがお届けします。ラジオの前のあなたと夜間飛行を楽しんじゃおうという番組です。はいはいはい、はい。もうじきゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークだね。みんなはどう過ごす？あゆちゃんどう過ごす？どう過ごそうかな。決めてない？まだ全然決まってないな。私は多分、お芝居の稽古でギリギリになると思うんだけど、まあでもなんかそういう過ごし方もいいかなと思うな。いいね、いいね。あのね、ゴールデンウィークなんかより大事なことがあるんだ私は。なんかときたか。なんだ。お誕生日があるんだよ、ゴールデンウィークの前に。予告ですよ皆さん。私のお誕生日だよみんな。皆さん気づいて。これ求められていますから。はい、みんな どういうね、祝い方をね、あゆちゃんに対してするか、みんなよろしくね。はい、これ課題ですから。課題です、課題です、宿題です、はい、よろしくお願いします。みんなの宿題ですから。みんなの宿題ですから、ちゃんと聞いてくださいね。あゆちゃん誕生日です。へえ、ゴールデンウィークにも誕生日か。楽しいでしょ。そっか。でも学校の時はやっぱりみんなに会えなくてとかあった？あんまり祝ってもらえないね。今だったらさ、みんなお休みだったりとかしてさ、ね、仲良しだったら一日中遊べたいっていうことにもなるよね。そう今ならいいんだけどね。大変だったよ、なんか試験の前とかになっちゃったりして、学生の時は。ああ、そっかそっか、なかなかね、なかなか祝ってもらえなかった。学生さんって試験の前だから、なんかうかうか休みも楽しめないタイミングではあるんだね。そうなんだよ、だからみんなよろしくね今年は。そうですよ、みんな聞いた。ねえ、みんなでいいゴールデンウィークになったらいいね。いいね。はい、それではストライクウィッチーズスターライトストリーム、今夜も出撃です。この番組はコロンビアミュージックエンターテインメント、フロンティアワークス、ブシロード、グッドスマイルカンパニー、サイバーフロントの提供でお送りします。テレビアニメーション、お守りひまり、オープニングテーマ押しちゃうぞ、そしてエンディングテーマビームマイビームが好評発売中。目がくらむでしょ、少し気をつけて。です。私もおすすめのオンラインカードゲーム、カオスオンライン。基本料金無料でカオス TCG がオンライン上で楽しめるよ。
数々の人気作品のキャラクターたちも参戦中。詳しくはカオスオンラインのホームページをチェックしてね。ブシロード。我ら夜間小隊班。夜、敵の侵攻に備えて警戒する任務、それが夜間紹介。このコーナーではリスナーさんが困っていることにどう対処するべきか、私たち2人がアドバイスをしていきます。はい、早速お便り紹介していきます。はい、不祥陸軍一同さんからいただきました。ありがとうございま す。大橋さん、門脇さん、こんばんは。こんばんは。僕の学校の友人に言葉を発するだけで場をしらけさせてしまう方がいます。場がしらけるだけならまだいいのですが、それから約10分間は誰が何を言おうと場がしらけるばかり。そこで場がしらけた時の打開策、また彼をしらけさせないためにはどうしたらいいのでしょうか。そっか、はい、大変お困りですね。では門脇から。自分のスキルを上げるツッコミ的な。おお、続いて私。君がいっぱい笑ってあげて。やっぱそこでそこだよね。そこで不祥陸軍一同さんの腕ですよ。そうですよね。思った。そう、なんだろう、ちょっと間を空けると良くないかも。すぐに対処。すぐにね。脊髄反射で受ける。困った時はちょっと笑う。まずすぐ。そうそうそう、すぐね。すぐね。だよねみたいな、なんかそんな。だよねってちょっと適当でごめんなさい。内容があれだから分かんないけど。うん、そうだよね。なんだろう、ナチュラルな返しをね。そうだね、求められていると思います。そうだね。はい、まず自分が動く。はい、頑張って頑張ってね。はい、不祥陸軍一同さん、整備中隊二等兵に任命いたします。はい、続いてラジオネームストライクイーグルさんからいただきました。ありがとうございます。私は学校の部活動で剣道をして日々稽古に励んでいます。しかし坂本翔さんみたいに怖い監督の先生、ネウロイみたいな先輩、マロニー大将みたいに嫌な顧問の先生などとの関係に頭を悩ませています。いろいろ先輩には理不尽な命令をされたり、先生にはよく嫌味を言われてしまいます。自分はこれからどうしていけばいいかわかりません。門脇さん、橋さん、自分はどうしたらいいでしょうか。ときました。はい、お悩みですな。早速私から。稽古頑張れ。では門脇から。我がタイの軍曹に昇進するためにはそこを乗り越えなければいけない。ほう、やはり。はい。これも昇進試験の一環ですよ。はい。力をつけて。いや、部活っていうのはね、そういうところもさ、乗り越えて、ね、思い出になったりとかで、糧になったりするわけですよ。絶対ね、楽しいと思える時は来るから、頑張ってほしい。そうだよ、そういう姿を見てね。そうそう、燃えてる人もきっといるよ。そうだよ、そうだよ。誰かがキュンキュンしてるよ。それ必要なポジションです。そうそう。頑張ってね。ストライクイーグルさん二等兵に任命いたします。よし、みんな頑張ってね。はい、以上、我ら夜間紹介班でした。ここで一曲お聴きください。発売中のアルバムストライクウィッチーズあなたとできることから、シワアマキでブックマークアヘッド。君の中に私をずっとブックマークしてね。笑いながら頑張ったとめちゃくちゃ褒めてね。どんな時も全部本気、ギャップにも驚かないで。たった今を進まなくちゃ未来もないでしょ。
イエーイ、アドリブですね。どうだね。素晴らしい。どうだね。素晴らしい。やりきったよ。やりきったよ。はい、わかります。途中で叫びたくなる気持ちわかります。3行、4行目ぐらいで声を大きくしたくなる気持ちわかります。経験者は語る。いやいや、今回もはい、エイラゼント歌っていただきまして素晴らしかったと思います。よかったです。ニュースでモフ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 、かわいい。かわいいよね。オチもちゃんとついててね。そうそうそう、ね、妹が好き、妹が好き。わかる。いや、本当に今回も良いコーナーとなりました。これからも、アーティストアイルさんには、そうですね、どんどんお願いしていきたいかな。マジですか、これからもですか。たまに歌いたいんです、はい、たまにでいいですよ。皆さん、はい、ということで、磯野みなへいさんは整備中隊兵長に、昇進しました。おめでとうございます。いやいや、本当に。素晴らしかったです。ありがとうございます。はい。以上、エイラの歌第一章でした。このコーナーでは、サーニ役の門脇舞さんに実際にタロットカードを使って占いに挑戦してもらいます。はい、っす、はい、今回も占い師門脇先生の登場であります。痺れるような占いをお願いします。はい、すっかり変わっちゃった感じになってきましたけど ね、 ね、これたまにとかね、いう話だったんですけど ね、 ねそれでは、はい、大先生教えてください。今週はこの方を占っていただきます。はい、パンツネームRVW さんからいただきました。ありがとうございます。最近家族以外の人たちとの付き合いが大変少なく、特に女性との交流が全くと言っていいほどありません。このままでは彼女の一人もできないと思い、この度思い切ってナンパでもしてみようかと思うのです。行動派。そこで一体どのような場所でナンパをすれば成功するのか占っていただきたいと思います。場所ね。まあ場所も大事かと思いますけどね。グッドプレイスよ。そうなんでしょうね。グッドプレイス。グッドプレイスお願いします。はい、わかりました。お名前、お名前。お名前は RVW さんですよ。RVW さんね。RVW さん。よし。大事大事。いやー、ナンパをしようかななんて、すごい思い切りますね。お、こちらのカードです。はい、出ました。聖一。こちらは、ふんふん。そう、先週のカードとちょっと雰囲気似てるね。こっちは、うん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 、でもちょっと華やかな衣装を着た、うん、まあ、司祭様のような、方ですね、うん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 。シスターさんが両脇にお仕えしておりますので。そうだね。これは結構いいんじゃないかなっていう感じがします。はい。もしかしたら、あ、そんなに、うん、そもそもナンパとかじゃなくてもこれからチャンスが、うん、すごい素晴らしい、うん、うんうんうん、あるかもしれない。おおおおおお、そっか、普通に生活していても、うん、巡り合いが、そうだね、ある。だけどせっかくだからね、行動もした方がいいかな。うんうんうん、そうだね、うんうん、だと、うん、女性が多い場所、女性が多い場所、純粋になんだろう、うん、かわいい喫茶店じゃないだみたいな、うん、女性率が高い場所、女性率が高い、あー、やっぱカフェとか、なんかおしゃれなケーキがあるようなところ。そう、別に女性からすると男性が一人で来ててもおかしくないわけなんだけど、うん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 、でもそういうところってやっぱりカップルか女性かっていうのってそうだ よくあるじゃない。そうだよね。そういう、うーん、女性が好きそうな感じの、うん、あのカフェだったり、うん、うーん、デパ、お洋服とか売ってるような場所、うん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 、道だったりとか、うん、そうだね、その原宿とかで言えば、
ね、裏の通りとか女の子のお店ばっかり並んでるところとかあったりするんだけど、うん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 、そういう女の子向けの道とか、おなんだ、同じ趣味が良かったら池袋とかかな。そうか、そうだね。うん、女の子いるね。うん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 、その女の子向けのもうそれこそ執事喫茶的な。そっか、そこに入って、ね、コンセプト喫茶があるような通りだったりとか、そういう女の子がとよく歩いていて、うん、むしろ自分の方が違和感じゃないかと思うぐらいの場所。おお。で、うん、あまり何肩肘張らずに、うん、気楽に気軽に、うん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 、うん、そうすればいい出会いがあると思います。あんまりちょっと派手な女の子じゃない方がいいな。そっか。うん、結構ナチュラルな感じの女の子で、うん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 、おー、はい、でもちょっといい時期だと思うんで、うん、まあ、それもいいし、うん、自然にも出会うチャンスはあるんじゃないかなと思いますので、あまり悲観せずに、うん、ちょっと自分磨きしつつ、うん、楽しんでください。楽しんで、はい、はい、RVW さん二等兵に任命いたします。はい、おめでとうございます。よろしくね。さてこのコーナーなんですが、携帯サイト声優アニメートでは別バージョンが毎週金曜日に配信しています。ぜひ聞いてください。以上、占い食堂サーニャにお任せ挑戦編でした。泣かないわね、昨日きっとはなり、負けないわ。ビジュアルノベルカード、ピッチウィッチ、キャラクター CD 第1弾、ハノン。ハノン CV、アスミカナ、天空のレーベ、フロンティアワークスより好評発売中。ストライクウィッチーズインフォメーション。ストライクウィッチーズが XBOX 360向け本格シューティングゲームになって登場することになりました。 Xbox 360用ゲームソフト、ストライクウィッチーズ白銀の翼が2010年7月29日にサイバーフロントから発売されます。限定版の特典として宮藤よしかのスペシャルバージョンのネンドロイドが同梱されています。以上、インフォメーションでした。エンディングの時間です。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。ふつおた、番組の感想、そして我ら夜間紹介班のコーナーには皆さんが困っていることを、サーニャの歌第2章、エイラの歌第1章のコーナーには私たち2人に歌ってほしい歌詞もしくは歌のタイトルを、占い食堂のコーナーには皆さんが私たちに占ってほしいことを送ってきてください。宛先はこちらです。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、ストライクウィッチーズ、スターライトストリーム、それぞれの係まで。メールはすべて小文字で 501jfw@obc1314.com 501jfw@obc1314.com です。そしてこの番組ではコーナーごとにお便りを採用されると501特務通信招待もしくは第501整備中隊に所属となります。しかもお便りが紹介されるたびに階級も昇進していきます。階級が5長になった方には連盟空軍電信技能賞を進呈しています。さらに今後5長になった数名の方には軍曹昇進試験の問題をお送りします。試験に合格すると軍曹に昇進できる権利を得られます。ただし不合格および回答を締め切りまでに返送しないと万年5長となりますので気をつけてください。なお、ある程度5長に昇進する方が出てきたら試験問題は送らず、年に何度か昇進試験日を設けます。なので試験日まではお便りを読まれても5長のままですので、ご了承くださいませ。でもお便りをたくさん読まれておくと昇進試験が有利になるかもしれません。5長になってもお便りをいっぱい送った方がいいですよ。そしてこの番組ですがインターネットでも聞くことができます。毎週金曜日、響きラジオステーションにて配信しています。チェックしてみてください。はい。ねえねえ、私ね、そういえば先週言おうと思ったんだけど、うん、この前漫画読んでたら、うん、サーニャとエイラのコスプレをしたキャラクターがね、漫画を読んでて突然ね、男の子が2人、サーニャとエイラのコスプレをねしてて、すっごいびっくりしたの。すごいすごいびっくりした。私なんか当時、うんうん、アフタヌーン
売してるんだけど、うん、雑誌で掲載された時にファンの間では結構ね、うん、あれ話題になった、なってたみたいで。本当？私単行本で読んじゃってたからさ、今さら知って。へえ。もつ屋さん逆上するっていう漫画なんだけど、うん、私もしのさ六郎さんのね描かれた絵のキャラとか前にゲームでね、うん、担当したことがあって、うん、なんかいろいろ縁があるというか、なんか超嬉しいね。びっくりした。びっくりだね。全然ね、多分ご本人全然知らないと思うけど私なんかちょっとすごい嬉しかった。だって読んでるのにさ、うんうんうん、漫画読んでるのにさ、うん、ちょっと私がマーキサニアとかを作ったわけではないけどさそうだけど、すごいと思って、サニアの絵だなと思って、すごい、スースーするとか書いてあるみたいなそうなんだ、面白かった。漫画面白いからちょっとみんなね、うん、今度見せるね。本当ありがとう、うん、あ楽しみはい、そんなことがありました、うん、はい、というわけで今夜はここまでです。お相手はサリ役の門脇舞と映画役の大橋あゆるでした。次回もあなたと夜会飛行しましょう。それじゃあまたね。この番組はコロンビアミュージックエンターテインメント、フロンティアワークス、ウシロード、グッドスマイルカンパニー、サイバーフロントの提供でお送りしました。ああ今日も疲れた。これからも内容はいろいろ入れ替えていくと面白いかも。そうだな、同じことばっかりじゃマンネリになっちゃうし。じゃあ今週も特訓しましょう。え、なんでそうなるんだ。新しい挑戦には特訓が一番って坂本少佐も言ってたし。少佐、サーニャに変なこと吹き込まないでくれ。特訓、特訓。あーもう仕方ないな、特訓でも何でもやってやる。帰ろうサーニャ。お、ヘイラー、待って待って。地平線の東の空が明るむにつれ、次第に薄れゆく星の瞬きは、楽しかった今宵の旅の終わりを告げているようです。501統合戦闘航空団がお送りしたスターライトストリーム、皆様の夜間哨戒飛行のお供をいたしましたウィッチは、サーニャ V リトビャクとエイラ・イルマタル・ユーティライネンでした。Tomorrow